山君です。このはしごはですね、三元半って言ってね、係数で三元半って6.3 メートルですね、長さがあります。配布機に腰掛けまして、高橋君です。配布機2本に腰掛けまして、日本通り、竹の方もちょっと熱いなっていう感じでクタッとなってますけど大丈夫です。続きまして、あの赤岩に足を通しまして、皆さん一本締めっていうと、皆さんあの飲み屋のね、世界に行くと飲んだ後一本締めって言ってパーンなんてね、やりますね。我々の食事の世界では一本締めって言われるんですね。パパパンパパパンパパパンパンって、それは3回やって一本締めになります。で、なぜかというとやっぱり3回ずつ3回叩くと9で、漢字で9で、最後ポンと10回叩くんですね。1回
ちょっと感じているので、ちょっとすると、ピューが丸くはという感じ、丸って感じですね。丸く収まったということを、ご自分でさせていただいております。で、それではですね、一声を上げて、ニャン、ポンチク、パパパン、パパパンと締めさせていただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。いやどちら様もお手頭を拝借よー。どうもありがとうございました。